どうも、こんばんは、ねむです。今回は東京グルリインボーク、イベントアンテイグの休業日やっていきたいんですけども、今、教習がね、やってて、アタッチメントを向こうのパーティーの方につけてるんで、なめくさ、あ、これ、金木はまあいいや。エトとかも2個抜けてるし、10日に関し、あ、1個だね、1個抜けてるしっていう感じで、まあ教習のパーティーの方にアタッチメントをつけても付け替えるのがめんどくさいんで、これでやっていきたいと思います。いつになったら何パーティー違うやつにさアタッチメントをつけれるようになるんですかね。同じなやつ付け替えるのめんどくさくない？なんか教習やってイベントやってって、まあなんだろう、同じパーティーでやればいいんだけどさ。やるか、羽系殴る、まあいけると思うんやけどな。最近そんな苦戦してねえと思うから多分いけるはず。てかやらけえな。 S よな、これめっちゃやらかいと思うんだから。まあ教習もね、な今回月山がさアタック 500% だから全部オートで回せるし、まあいまいちモチベは上がらないけど楽っちゃ楽だよねっていう話。勝てえ。あ、ドイツからしばくのが、ドイツからしばくのがこれいいんだ。1万でしょ、1万、覚えて1万じゃん。ああ、なるほど、これ金切りいけんのか。いけますね。こいつだな、吹っ飛ばして。道中の敵がまあ硬いのは、まあボスに入るとき全部スキル貯めていけるかいいとして、問題、あ、やべえ、俺、あ、こっちへとしばかなきゃよかったな。まあいいや、こうシュート使うか、使っちまえ。次金木残しとこう。敵全、やばは、え、嘘でしょ。超高火力、超噛んだわ、超高確率で敵の前衛2ターン混乱って、マジンゴやばいぞそれ。これ動けよ。オッケー、いいとこだ。危ねえマジで。いや、これ動いてくれよ、これ本当に。ブレイクさせたいからちょっと動いてほしいんやけど。頼む、オッケー。めっちゃ動いてくれるやんけ。動けー、お前ら動けー。スキル使ってリゼのスキル使いたいね。2ターンだからまあとりあえずはだけど、今回回復よりも一応10日連れてきてるし、まあ、そこそこ食らわされてもまあ大丈夫やでっていう。アタック 100% で4000しか出ないの、万乗らないのか。どうしよう、混乱してっからな。とりあえずエトを打って、あー微妙いな。ちょっとこれ一回相手の攻撃下げて、金木動いてくれよマジで。ああ、動かねえこいつ。この野郎。マジ動いてくれ頼む。よそ見すんなってな。動け。とりあえず平子はやっとかないといけないから。まあいっかいいや。しゃあない。これ混乱解ける、これやめてね、また前衛超高確率で2ターン混乱とか。オッケー。そんな減らねえな。金木、スキル使って打つ、もったいないけど、まあいいだろう。ここでなんか時間食ってたらだるそう。オッケー、8かは1体だね。ブレイク2万、あー30% クリティカルアップ、ダメージ 40% カット、 150% グールに対して、あーなかなか厳しいぞ。あ、でも言うてさ、ディフェンスアップっつってもこんな食らうんだ、いけるね全然。ガンガン打っていこう。やっぱ最近耐久ばっかやってたけどさ、やっぱ耐久って長いんだよね、どうしても関数が長くなっちゃうんだよね。だからそこでちょっとだるいなーってなっちゃうんだけど、お強っ、え、待ってくれ、強いわ。クリティカル出たが今めっちゃ強かったんやろ。
びっくりしたわ。どうしようかな。打って打ってそうだな。まあこのまま置いとってもいいんだけど、前衛のアタック下げて放置しとくか。こいつがスキル、何しまうんでしょ。ああまあそれは別にそこまで痛くない。でスキル使って、そうだな、これリゼ出してリゼのあれ使っとこう。スキル使って金木でズドンと、これいったんじゃないかな。はい、なかなか八川の通常攻撃が普通に強かってビビったけど、まあまあまあって感じだな。というわけでね、これランク上がるな多分。というわけでまた教習を頑張りましょう。まあ多分ねこの教習が終わればまた、あでもどうだろうな、教習が終わってなんかその新しい駆逐が始まることはなくても復刻の駆逐が来たりするからね、あれちょっと厄介だよね。みんなちゃんと何復刻した駆逐も走ってるんだろうか。俺はね復刻した駆逐はね基本的に走らない、あの石だけ回収マンだから、やっぱなんかちょっとモチベ上がらないよね。まあ絶対回った方がいいんだけど、まあ、なんかちょっとモチベ上がんなかったり、まあ、この後にも教習が待ってるんだろうなと思うと休憩タイムは今しかねえみたいになるんで、新しい駆逐が来たらそれ走るんだけどね。はい、ということで、今回はアンテイクの休業日 S でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。